まどやかの方大丈夫だった？なんかねメイクしてるからあんまりわかんないんですけど、ここなんだよね、触ったらね切れてるのがわかるんですよ。でメイクしてるからさ、コンシーラーでめっちゃ隠しまくったから見えてないと思うんですけど、なんかここにいてメイクをしてたんですよ。メイクをしながら、あ、いや雨降ってきたから窓閉めようと思ってこうやって手を伸ばしたんですよ。でこっちの窓は閉めれたんだけど、向こうの窓が閉めれなくて、めっちゃ身を乗り出して窓を閉めようとしたらツルンってなって、カーンってほっぺで自分の体を受け止めたんですよ。そしたらこうなりました。超痛かった、マジ超痛かったです。そう、かわいそすぎないか。こんばんは、こんばんは。今日ねお友達と予約してた服を取りに行ったんですよ。そう、再入荷で待ちだったんで、で取りに行ったんですけど、途中で雨が降って途中で雨が降り出しちゃって、やばいやばいやばいみたいな、待って髪の毛巻き最悪みたいな、前髪も最悪だよみたいなことを話してたら、なんか通りがかりの人が傘くれて通りがかりの人がなんか傘くれたんですよ。そうだから広島はいい人がいるなと思いながら、その方はね傘をねありがたく使わせていただきましたこんばんは、こんばんは。H&M、 なんて読むんだろうあれ、 GYDA ってとこがガーデみたいなとこです。そんなこと普通ない。そうくれたんです、傘。なんかお友達2人で行ったんですよ。私と友達で行ったんですけど、なんか傘2本くれて、その子の分とお部屋の分くれて、いいんですかって言って使いました。わー、こんばんは。そうラッキーだなーと思って、だからねあんまり濡れずに済みました。ラッキーでしょラッキーでしょっつって、コンビニで買ったみたいな、コンビニで買ったんだけど、もうなんか帰るから使わないからあげるよって言ってくれて、いいですかって言って傘もらいましためっちゃおもろい。こんばんは。今日ねだから予約してるから時間をね、時間ぴったりに行かなきゃいけなかったんです。今日遅刻ダメで、今日遅刻しちゃダメだったんですよ私。でね友達から朝の10時半とかにモーニングコールが来たんですよ。モーニングコールで、ありがてえと思いながら、あやっとあおかげで起きれたわと思いながら受けるじゃないですか。たら起きたって言われて、起きたありがとねって言ったら、で私たちその私の友達大体なんか電話ずっとつなげてる派なんですよみんな。で充電器さしながら配信したいな、ちょっと待っててね。私の友達あんまり電話普通に切らないんですよ。なんか
なんて言うんだろう、電車とか学校着いたとかなら別に切るんですけど、ご飯中とかも特になんて言うんだろう、切らなくて。で普通に私も朝起きたらまずお風呂に入るんですけど、お風呂中も別に切んなかったですね。でそしたらなんかね、聞こえてくるんですよ、なんか朝からもうなんやねんみたいな、あ前髪切りすぎちゃった、どう、あ似合ってる似合ってる、え本当にいいみたいな、なんかクレラップのさサランラップみたいじゃないみたいな、いや似合ってるよみたいな、なんやねん、なんかね朝からね電話越しになんかカップルがイチャイチャする声が聞こえてくるんですよ、なんか寝起きがどうのこうのみたいな、なんやねん、ふざけてんのかと思いながら私は無視してお風呂入ってました。でなんかあのその彼氏の方も、彼氏さんの方も友達だからさ、中学の同級生で友達だからさ普通に話してて、でなんか前髪切りすぎたから見てって言われてテレビ通話してたんですよ。テレビ通話しながら言ったら、で彼氏がね寝てんのよ、なんやねん、こっちはね何を聞かされてるんだ土曜日の朝からと思いながら無視してお風呂を入って、髪の毛乾かしてメイクして、ママが作ってくれたおにぎり食べて出かけました。鍵がなかったので鍵内から閉めて窓から出ました。もう本当に朝からね、ヒアノちゃんはカップルの声を聞きながらすごくイライラしていました。これはみんなに話さなきゃと思ってね。土曜日の朝からカップルの声を聞き目覚めました。泊まってたのは知ってたからさ、あ帰ったんだなと思いながら、そしたら帰ったのって言ったら、いやいるよみたいな、いるよみたいな、なんやねんいるんかい、全然そんな羨ましいとかそういうの全然そんなことないです。だって別にそんないいですよ、うん、えん何何羨ましいとかじゃない、全然そんなわけないじゃん。逆にみんな羨ましいの、えもしかしてみんな羨ましいんですか、もしかしてだけど、もしかしてみんな羨ましいの、あそうだな、みんなは羨ましいかもしれないけど、いやだ全然そんな羨ましいとかそういうのじゃないし、はい羨ましい、みやじは羨ましいに決まってる、そうだよな、そうだよな、正直になるよ、ヒアノも、ヒアノも正直になるよ、羨ましい。まあみんなにはヒアノがいるしね、私がいるじゃんみんなには。おはようこんばんは、今度は彼女いるのって聞かれたら私の写真出してこれですって言ってね、そしたら実質ヒアノはみんなの彼女だからリア充になれるよ。許せねえよな、ほんとなんか今日ヒアノが行ったとこもなんかリア充多かったし、ほんと許せねえよ。あとなんか今日歩いてたら1個350円ですみたいな、 お菓子の詰め合わせみたいなのを売ってる海外の方がいらっしゃってびっくりしたと思って、今日買った服さみんなに見せたいんだけどさ、絶対みんなそれ寒くないのとか、えそれいつ着るのとか言うから見せない、絶対 5000% くらい言われる服だからこれ、本当に
本当に。え、それ冷めてないの？私は知っている。みんなは言うんだ絶対に。それをそれ寒くないの、いつ着るのそれみたいな、絶対言う、絶対に言うから。もうね、分かってんの言うってこと。だって言うじゃんだって言うじゃんみんな。いや絶対ショールームで着ないから。もう根に持つタイプなの。みんなが謝ってきてもひよのちゃんは根に持っているとか言いつつね、袋を開けていくスタイルね。友達とお揃いなの。友達とお揃いなんです。友達とお揃いの洋服なの。だから可愛いの。じゃあ一瞬だけ見せてあげるね。でもなこれな、絶対寒くないの？絶対もう5000倍言うもん。もう見せない。やっぱ見せないとく。やっぱ見せない。絶対言う。もう分かりきっている。見せないとこ。やめてやめてやめて。ルンクスン。やめちゃうもんね。見せるの。もうしまっちゃうもんね。ここに。内緒内緒。面だかなんか入ったよ。痛いよ。ちょっと待ってね。大粒のラーメンが面の中に入りました。痛いですね。ちょっと。なんだよく買うブランド知りたい。最近めっちゃ行ってるよこの店。今日も買ったお店なんだけど。最近このお店めっちゃ行ってます。ここと。あのナイスクラップさんめっちゃ行きます。あとエモだってとこ。なんて読むか分かんない。ガーデンみたいな、ガーデンみたいなとこ。そうとナイスクラップさんとエモダさんですね。私がよく行くのはギターか。分かんない、なんて読むんだろうねここの店。超可愛いんですよ。この前買った白いジャケットと一緒のお店さんです。ジェイだ。わかんない。一緒のお店さんなんですよ。ギダじゃない。ギダ。ジェイだ。ギダ。わかんない。なんて読むんだろう。わかんないよね。もう絶対に。あ、インスタならあげるかもしんない、ワンちゃん。ショールームでは絶対に着ないから。みんながお願いしますって言っても絶対に着ないからな。ビーこんばんは、こんばんは。広島にもお店あるのか。あるよん もこもこかわいい。のんのはシックの服とかわいい服どっちが好き？半々。持ってる服半々なの。本当になんかストリート系も着るし、可愛いフリフリも着るし、なんか大人っぽいのも着るし、なんかギャル系も着る。なんならだから本当に系統定まってなくて、お洋服の古着系も着るしね。そうだからね、わかんないです。何系着るかな。よくほんとバラバラ、ほんとバラバラです。鎖骨付近綺麗だね、よく言われる。ジェイダさんって言うんだ。ジェイダさんだって、ジェイダさんだってみんな。ジェイダさん、もし何の時だろう、何の時、ちょっとひらがなで打ってよ。
何の時何着るの、何着ても似合うプロ。そうやってすぐそうやってひねくれた考え方は良くないぞ。何でも挑戦したいんだねって言ってアピールじゃないから、何でも挑戦したいんだねみたいな感じで言えばいいじゃん。ピー、服見たい、どうしよっかなどうしよっかな、インスタにあげる、インスタにあげます。着画着画です、着画。何でも挑戦したいだね、うん、うんうんうん、引っ張るね、え、引っ張ってない、ガチで見せない、それはインスタで見せます、明日か明後日かし明後日ぐらいに明日写真撮ろうかな、じゃあ明日来て写真撮ってあげようかな。インスタでも昨日あげたばっかでさ、明日あげたら早いかな、早い？全然大丈夫。昨日あげたんだよ。だから間がな、あの短すぎるかもしれない。そんなこと考えなくていいのかな。こいつインスタ上げすぎじゃねって思われたらどうしよう。怖いよそんなこと思われたら。こいつインスタ上げすぎじゃね？わわって思われたらちょっと怖いので。大丈夫大丈夫本当に。なんなら今でも今は撮れん、今は写真撮れない。じゃあ明日写真撮るね、友達に撮ってもらおう。なんなジーンズ持ってますか、持ってるんだけどあんまり着ないかもしれない、ジーンズは、うん、あんまり着ないね、ジーンズね。それこそスキニーとか、あの穴開いてるやつとか、ジーンズスカートとか普通に持ってるんですけど、あんまり着ないですね。TikTok もお願いします。TikTok あげる？いいよ。じゃあ明日撮るね。ちょっとため撮りしようかな。明日も出かけ？明日はね、迷ってる。でもとりあえずインスタの写真は撮りたいって今決めたから、どうしようかな。もし出かけんのがめんどくさくなったら家の前で撮る家の前で撮るよ。そう、昼から雨やんで、それな。でもね15時にはね明日やむんだよ多分。だから取れるっちゃ取れる。15時にはね広島海やむんですよ実は。だから取れないことはない。パパ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 、今日は可愛いパレットでメイクしたからな、明日もこのメイクしようかな。割とナチュラルだよね。影響あるね、あるよね。今日はな、ソフトバンクさんでしたっけ今日の試合相手。ソフトバンクさんとカープは相性悪いからね、しょうがない、今日はしょうがない、明日頑張ればある。相性悪かったらもうそれはしょうがないんです、明日次第、大丈夫。強すぎる、うん、まあねって感じだよね、まあねって感じです。頑張ってほしいですけどね。相性の問題です絶対。だから相性いいチームとやって
勝ってピョーンって言ってくれたら多分調子づくんじゃないかなと思うんですけど、それまでがなかなかね、本当にね。パパ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 パ。巨人もソフトバンクには勝てません。ソフトバンク強いっすね。強いっすね。カープのチケットもっと取れない、取れない、取れない、取れないよ。今年は映像マジで いけるん、ワンチャンいけるよね。だって割とメンツ揃ってるし、ハンズーも寒くないの？ハンズーも別に寒くない、これ繋がってるの、かわいいでしょ。修学旅行このパジャマで行こうかな。あ、修学旅行の行き先が決まりました。皆さん、修学旅行の行き先が決まりましたよ。もうひたすら変わって変わって変わりまくって、4月の13、14、15、16に行くことになりました。そう、どこだと思う？結局もう決定したんですよ。割ともうすぐなんだよね。ベルサイユ宮殿、球場、函館から北海道から変わったの？変わった。日程またか、そう、4月13、14、15、16になりました。正解を発表したいと思います。正解は、ドゥルルルルルルドゥン、三重県です。野田に会える。野田復活だからワンチャン来ないかな、ワンチャン来てくれるんじゃないかな。そう、三重県でした。なんだっけ、なんかパンダいるとことかに行くらしいです。あ、そう、伊勢ってとこや。そう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 。そこも行くらしいです。ワンちゃん野田に会えるんじゃねと思いながら、ちょっと野田に声かけてみようかなと思いつつ、ランキングアップをしたいと思います。十三ひろゆきさん、ありがとうございます。12位、えいちゃさん、ありがとうございます。11位、おめいらさん、ありがとうございます。10位、かいしさん、ありがとうございます。9位、ぽくれんぱさらんさん、ありがとうございます。8位、なぞなんだ、ありがとうございます。7位、キラキラボスさん、ありがとうございます。6位、くましろさん、ありがとうございます。5位、すのうさん、ありがとうございます。4位、はおさん、ありがとうございます。3位、だいちゃん、ありがとうございます。2位、けんぱちさん、ありがとうございます。そして1位は、ドゥルル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 キャッチフレーズをしたいと思います。もっともっとって言ったら、奥もっとって言ってください。いきますよ。もっともっと、奥もっと、ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました。17歳、のんのんこと奥もとキャンです。よろしくお願いします。イェイ、はい。ということで、皆様本日も見てくださってありがとうございました。また明日もしたいと思いますので、ぜひ見てください。それでは、ありがとうございました。バイバーイ。3、2、1。ゼロ、アデュー、バイバーイ。